こんにちは。福岡市長の高島でございます。本日は福岡都市圏消防共同指令センター非常式にご出席を賜りまして誠にありがとうございます。この共同指令センターは平成25年に福岡都市圏の市長町長の皆様と119番指令業務の共同運用に関する基本協定を結びまして整備を進めてきたわけでございますが、いよいよ今月の30日から運用を開始いたします。多くの関係の皆様方やのご支援ご協力によりまして今日ここに披露させていただくことを改めましてここまでのご協力に感謝を申し上げたいと存じます。これまでは福岡都市圏のうち7つある消防本部がそれぞれに指令センターを運用しましてそれぞれで119番の通報を受けていたわけでございますが、今年度から5つの指令センターをそして将来的には全てをこの共同指令センターに集約をいたします。近年全国で大規模災害が発生をしています。去年の熊本地震ですとか今年7月の九州北部豪雨、こうした災害でも甚大な被害をもたらしたわけですが、各指令センターの機能が集約されますことで大規模な災害が発生して119番が集中をした、そうした時にでもつながりやすく今までより迅速かつ的確な対応が可能になると考えています。今回の119番指令業務の共同運用を契機といたしまして都市圏17市長がより一層の連携を深めまして市民の皆様にとって安全安心で快適な街づくりを目指していきたいと考えておりますので今後ともどうぞよろしくお願いをいたします。最後になりますが福岡都市圏のさらなる発展とまた今日ご臨席の皆様方の今後ますますのご健勝を祈念いたしまして挨拶とさせていただきます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。